はい、皆さんこんにちは、今日はですね、タイトルにもございます通り MacBook 届きました。じゃーん、ということでこちらでございます。はい、まあ、今までですね、私の YouTube はこの今撮ってる iPhone でですね、ずっとやってたんですけれども、 YouTube 頑張れるようにということで、ある方からですね、 MacBook Pro 14インチご支援いただきましたので、今日はですね、こちらの開封動画ということでやらさせていただきたいと思います。ちなみに8コア CPU、 14コア GPU、 16コア、ネリュラルエンジン搭載 Apple M1 Pro ということで、ちょっとあんまりよく分かってないんですけれどもですね、まあ、こちらの先日、まあ、1ヶ月前ぐらいですかね、あのアップルストアに行った時に店員さんに勧めてもらって、それぐらいがいいんじゃないかなということで、こちら勧めていただきましたので、早速開封していきたいと思います。ちょっと来ました。じゃじゃーん、こんな感じです。実はあの新品で買うの初めてですね。こんな感じで、確かこっから開けれるようになってるんですね。こんな感じで、よいしょ。アップル製品ね、なんか梱包がもうすでにおしゃれという感じで、そうなんですよ。ようやくパソコン欲しいなと思ってから結構ね、2年ぐらい経っちゃってたんですけど、なかなかあの高級品なんでね、ちょっと手が出なくて、よいしょ。出ました。結構思ったよりは重いかも。あとこちらが付属品ですね。これなんだろう。あ、一応なんか説明書全くないと思ってたら、なんか簡単なのついてますね、これ。あ、なるほど、場所の名前とか。それそうですよね、何にもなかったらさすがにね、さすがにちょっと何もなさすぎるのはちょっとあれかなみたいな感じで、これも説明書かな。ちょっと、あ、出た、シールがついてます。これだけっぽいです。はい、説明書、あとシール。なんか昔シール、白いやつがついてた覚えあるんですけど、今はなんか黒いやつがついてますね。これの使い道がよくわかんないんですけど、まあ、好きなところに貼っていいのかな、これ。あとはこれが電源ポートですね。これが電源ケーブルですね。これも電源ケーブルの、これまあ取った方がいいんでしょうけど、とりあえずこのままにしておこうかな。はい、これと、はい、あ、これだけだ。あ、すごいシンプルだですね。シンプルだな、すごい。見たいと思います。ということで、今回はですね、シルバーしました、色は。もともとシルバー系統が好きなんでね。そして、開けるのはこっちでいいのかな。こんな感じです。あ、ここにもちゃんと。おー、いきなりじゃーんって。いきなりじゃーんってなりました。聞こえましたか。自動で、よいしょ。自動で電源が入るんだ。かっこいい。じゃあちょっとこれからこれで設定していきたいと思います。はい、ということで電源が入ったんですけれども、ちょっと全然よくわかんないんで、ちょっとこれからですね、設定してみようと思います。これは日本語を使用するにはリターンキーを押してください。ボイスオーバーによる Mac の設定方法を学習する場合はエスケープキーを押してください。わかりません。何にもわかりません。あ、これか、日本よ。これでリターンかな。あれ、ボイスオーバーで Mac の設定方法をES キー、エスケープキーがちょっと分かりませんね。これで、あ、これで続けるかな。
ちょっとこれ分かんないから写真撮っとこう。はい、ということでですね、あれから1週間ほど経ってしまいましたが、ようやく設定できました。こちらじゃじゃーんということで、よいしょ、はい、まあ、ちょっとねこれだけお見せしてもなかなかわからないと思いますが、実はいろいろ設定を終わっております。はい、でまあ今回ですね、約10年ぶりぐらいに、Mac のパソコン触ったんですけれども、まあ、意外と設定わかんないかなと思ったら、今 YouTube で結構覚えられるので、 YouTube の方でですね勉強したら結構簡単にできてしまいました。はい、そしてちょっと傷防止のためにこちらのスキンシールというものをですね貼らさせていただいて、さらに裏側にはこんな感じで、スタンドもつけました。はい、これで、ね、こう作業しやすいかなという感じで、はい、こんなのもちょっとつけてしまいました。ということで今回はですね本当に、申請していただいた方いらっしゃるんですが、匿名でということで言っていただきましたので、ちょっとお名前は、伏せさせていただきますが、改めまして本当にありがとうございました。これでより良いですね、動画のクオリティをこれから、ね、作っていきたいと思っております。まあ、ちょっと動画編集のですねファイナルカットプロっていうのを今回先にプリインストールで入れさせていただいたんですけども、こちらも今勉強中で大丈夫そうですね。とですね、分かりやすいということでいい動画を作りたいと思っております。ちょっとさらにですね、実はMacBook Pro こちら進呈していただきましたという、お話を先日の立花恵子さんとの対談の中でもさせていただいたんですけど、僕がすごいこの前不思議な月を見たんですね。こう丸の状態からこう両側が欠けてるみたいな、こうここの両側がないみたいな。でこれ iPhone で撮ろうと思ったら、まあ、うまく撮れませんということで、なんかニコンの P 線とかねあればくっきり撮れるのになみたいな話をして、そしたら立花恵子さんが潜在意識にお祈りすれば届くかもよということでですね、なんと写真でした。以前にですねモデッチさんとの対談させていただいた時に原子力のお話が出たと思うんですけど、元原発エンジニアの菰田誠一さんからですね、タンスの肥やしになっているのでということで、ニコンの P 線をなんといただいてしまいました。本当ちょっと今初めて実は開けるんですけど、これこんな感じですね。こっちがこれなんだ、これレンズかな。こちらもあ、これは三脚ですね。三脚ごついな、三脚がすごい。三脚だけで 1.5 キロぐらいありそうな。こちら三脚と、あ、これか、出ました。はい、これが本体ですね。よいしょ。じゃあこれはもうごついですね。あ、こんな感じです。おお、はい、ということでニコンのP 線も菰田さんからいただいてしまいました。で本当に大丈夫かなって感じですけどね、こんないろいろいただいちゃって、なんか動画のクオリティちょっと本当に上げないとまずいなということで心配ですけど、なんか菰田さんいわく、なんか先ほど実はお電話で届きましたということでご報告させていただいたんですけど、自転車しかないのでなかなか撮りに撮影しにね出かけるのが大変だということで、おっしゃってたので、なんかマヤさんに使ってもらえば嬉しいですみたいな感じで言っていただいたんですけど、
そういった感じで、今回は、MacBook Pro とそしてこちらのニコンの P 線進呈していただきましたので、ご報告の動画となります。今後もですね、よりクオリティの高い動画を作っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。今回は以上になります。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。